本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。今回皆さんにお集まりいただいたのは、堅苦しい挨拶は抜きだ。要件は全員が理解している。はい、では早速ですが、皆さんにはプラネトゥーヌ奪還作戦にご協力をお願いしたいと思います。リーンボックスは全力をもって協力するわ。今回の件は私に責任の一端があるし。まあ、国一つが犯罪組織に占拠されているという状況は望ましくないね。協力することに依存はありません。具体的な作戦についてはお考えがあるのですか？複雑な作戦を立案している時間はありません。ですので今回はシンプルに各国の総力をもって数で押す作戦でいこうかと思っています。確かに分かりやすい作戦にゅ。こちらにも多少の被害は出るでしょうけど、確実で効果的ですわね。それじゃあその作戦で決定。早速出発。待ってください。一つだけ問題があるんです。たとえ数で押しても敵の指揮官だけはどうにもならないと思います。そこで皆さんは別動隊としてその指揮官の相手をしていただきたいんです。へえ、そんな強いやつがいるんだ。その指揮官って誰なの？確かマジック・ザ・ハードと呼ばれていました。マジック・ザ・ハード？あいつか。それなら喜んで引き受けるわ。一応因縁の相手だしね。それでは作戦の決行は明朝とします。皆さんよろしくお願いします。マジック・ザ・ハード、またあの人と。どうしたの？不安そうな顔してるよ。ううん、なんでもないよ。なんでも、いかにもなんでもあるって顔だな。大丈夫だよ、ネプギアは3年前よりものすごく強くなってるんだから。そうかな。それに今回は私たちだけじゃなくてネプギアのお友達も一緒なんだよ。だから絶対勝てるってお姉ちゃんを信じなさい。うん、ありがとうお姉ちゃん。よし、君に任せた。どこに行きたいの？
ここは、おかしいな。さっきまで、教会で執務をこなしていたはずだけど。貴様が、ラステーションの教祖だな。誰かいるのかい？君は、マジェコンの四天王が一人、ブレイブ・ザ・ハート。貴様に折り入って話があってきた。ユニの話が正しければ、君は改心したんだったかな。交渉事なら耳を貸さなくもないけど。うん、実は貴様の国の女神候補生を嫁にもらいたい。何？ユニも？いかにも。耳を疑いたくなる案件だけど、検討してみる価値はあるかな。ありがたい。まずは、そうだね、多額の支度金を用意してもらわなくてはね。え？支度金？女神、つまりこの国で最も高貴な身分の娘をもらおうというんだ。それ相応の金額が必要なのは当然だろ。そういうものなのか。次に、改心したといってもマジェコンヌに所属していたものというのは、いかにも聞こえが悪い。少しでも風評が良くなるように、世間の注目が集まるところで社会奉仕活動をしてもらいたいね。最低でも5年。5年か、長いな。それから君の立場だけど、当然婿養子ということになる。女神を嫁に出すわけにはいかないからね。それと財産の共有や相続は一切認められない。彼女の財産は国の財産でもあるしね。別に金目当てではないが、一切ダメなのか。結婚後はラステーションのために働いてもらうことになるだろうけど、身内扱いだから給料は出ない。通常の業務とは別に、食いぶちなんかは自分で稼いでくるように。それはさすがに過酷なのではないか。君は随分体力がありそうだね。君たちの悪行のおかげで復興作業はいくらでもあるし。よし、結婚した暁には特別に災害復興大臣兼肉体労働大臣兼危険爆発物処理大臣に任命しよう。部下はいないけど、君の一人部署としてどうとでもなるだろう。ま、待て待て、名前からして嫌な予感しかしないぞ。女神を嫁にもらうのがこんなに大変だとは。一時撤退する。ああ、待ちたまえ。まだ具体的な仕事の説明が残って。なんだ、夢か。少々残念だな。あれはあれで利用しがいがありそうだったのに。しかし、ユニ、君は男運がないね。は？何よいきなり、失礼ね。いや、何、こっちの話だよ。どんなのが似合うと思う？いきなりの質問ね。
そうね、案外白スクあたりが似合ったりして。よし、じゃあノワールのおすすめってことで今年買う水着は白スクで決定。え、ちょっとネプチューヌ、今のは冗談よ冗談。え、冗談？はあ、真面目に相談したのにからかうなんてひどい。ごめんごめん、まさか真に受けるなんて思わなかったから。ほら、お詫びにこのお菓子あげるからね。はーい、やったー。あ、そうだ、それじゃあノワールは今年どんな水着買うの？私は3年前に買った水着があるから今年はそれを着るつもりよ。捕まっていたせいでまだ1回しか着てないしね。サイズは大丈夫なの？3年前ので。そう言われると気になるわね。待ってて、ちょっと着てみるから。ネプテューヌ、着た感じ特にきつくはないんだけど、あなたから見てどう？あ、何よ、そんなにジロジロ見て。なるほど、さては私のスタイルに見とれたのね。どう、この形のいい胸に絞られたウエスト、羨ましいでしょ？もうダメ、我慢できない。ノワール、面白すぎ。何よ、私の何が面白いってわけ？逆だよ、逆。逆？逆って何が？ちょっと、そういうことは早く言いなさいよね。着替えてくるわ。面白かった。こんなに笑ったの久しぶりだよ。久しぶりに来たんだからしょうがないでしょ。誰だって間違うわよ。水着逆なのに自信満々に、私のスタイルに見とれてたのね。だってさ、おかしい。そうだ、これから水着を逆に着ることはノアスタイルに決定。勝手に変な名前つけないでよ。そうだ、ベイリーやブランにも教えてあげよう。やだ、お願い、それだけはやめて。なんてね、冗談だよ冗談。白スクで私をからかってお返しだよ。けどこれでお相手、安心して、このことは絶対に誰にも言わないから。もうあんたが言うと冗談に聞こえないんだから。本気にしちゃったじゃない。最初にからかったノワールが悪いんだよーだ。分かったわよ、冗談でも人はからかうものじゃないわね。とんだしっぺ返しだったわ。あ、ネプキアからだ。もしもし、ネプキアどうしたの？私はノワールのところにいるよ。あ、そうだ、聞いてよネプキア、今面白いことがあったんだ。ノワールが水着を逆に着ちゃってさ。ネプチューヌ、それで自信満々に私のスタイルに見とれてたのね、なんて言っちゃってさ。おかしいよね。絶対言わないんじゃなかったの？もう嫌。
してるんですか？これまで冒険した場所やそこで起きた出来事なんかを文字にしてまとめているんだよ。へー、日記みたいなものですか？半分はそうだけど、人目に触れることも気にしながら書いてるかな。こんなものでも一応本になって出回ったりしてるしね。本に？じゃあファルコムさん、作家さんなんですか？そんな大層なものじゃないよ。どうしよう、これからはファルコム先生って呼んだ方がいいですか？それは遠慮したいな。それに本名では出版してないんだ。恥ずかしいからクリスティンってペンネームを使ってて。クリスティン先生。わあ、ブランさん、どこから？海の教会にも置いてある、すごく有名なシリーズ。ちょうど一冊持ち歩いてたんです。サインください。それは恐れ多いかな、女神様にサインだなんて。お願いします。わかりました。それじゃあ。ありがとうございます。家宝にします。だからそんな大層なものじゃ。サイン入り、クリスティン先生直筆のサイン入りの本やった。すごいはしゃいでる。なんだか照れくさいね。さて、それじゃあ私は作業に戻るよ。あ、はい、すみません、邪魔しちゃって。ブランさんがあんな風に喜ぶなんて、ファルコムさんってすごい人なんだな。
いが始まってる。あちこちでやり合ってるわね。さすがにこっちが優勢みたいだけど。じゃあ、あとは私たちがボスをやっつければ完璧ね。頑張る。私たちにとっては3年越しの決着ですわね。うん、今度こそ絶対に勝つよ。マジック・ザ・ハード来たか、遅かったな。余裕かましてられるのも今のうちだよ。プラネティウヌは返してもらうからね。ついでにあなたの命ももらっておこうかしらね。できもしないことを口にするのだな。3年前指先一つ触れられなかった分際で。あら、3年前とは状況が違いますわよ。そうよそうよ、今は私たちが一緒なんだから。ついでに私たちもね。3年前は連れて行ってももらえなかったけど、今度こそしっかり女神さんたちを助けるです。僕の歌で女神様を助ける。数を頼みにするか。弱者の習性だな。何とでも言いなさい。一人じゃできないことも仲間とならできるって場合もあるのよ。こっちは私の嫁が大集合なんだからね。絶対負けるはずないよ。覚悟するんにゅ。言いたいことは終わったか。ならばもう死ね。死んで犯罪神様の糧となるがいい。ピーター、そんなの絶対お断りだよ。ようこそ、あなたを倒します。あんたなんて怖くないわよ。私だってお姉ちゃんみたいに本気で相手をしてあげる。どこ見てるのよ。無駄だ。私の番ですね。活目してください。装着完了です。砕け、ファイタープレイド。くだらん。その程度か。逆らうのならば、こんなものなの。容赦はしない。頑張ろう。プロセッサユニットセット、変身完了。治療を任せて。よーし、行くよ。変身完了よ。やる。誰にしようかしら。貫け。無駄だ。逆らうのならば。痛い。容赦はしない。準備バッチリよ。やるしかないんですね。砕け、パンサーブレイド。その程度か。無駄だ。誰にしようかな。
の飛んでけ。逆らうのならば容赦はしない。どうしよっかな。元気になあれ。さあ、私の相手は誰かしら。エクスマルチブラスターで決めるわ。くだらん。もう迷いはありません。砕け、パンサーブレイド。無駄だ。その程度か。誰にしようかな。頑張って。地獄へ送ってやろう。ザラシじゃ。誰ダメなのかな。このアイテムなら助かりました。私に任せて。アイスコフィン。しようかな。この効果なら。逆らうのならば容赦はしない。任せてください。女神の力でプロセッサユニット装着完了。くだらん。何しようかしら。エクスマルチブラスターで決めるわ。無駄だ。私に任せて。それ。その程度か。逆らうのなら。このくらい。誰にしようかな。まさかこんな。やっぱりまだまだだな。レベルアップ。やったです。レベルが上がったです。この調子でどんどん強くなるわよ。レベルアップ、レベルアップ。膝に磨きがかかったみたい。残機も増えてくれないかしら。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ。レベルなんて興味ない。また美しくなってしまいましたわ。勝った。私たち勝ったの。うん、やっつけやっつけたんだよ。やったー。やっぱり私たち強い。こちらの結末に至ったか。ならばそれで。外の戦闘も終わりかけていますわ。あなたたちの野望もこれまでですわね。犯罪組織は壊滅。犯罪心の復活も阻止したわ。何がおかしいの。犯罪神様の復活は止まらない。そう、この肉体の死をもって我々の目的は達成される。はあ、何言ってるのよ。今さら負け惜しみ。我々四天王は犯罪神様によって生み出された存在。肉体を持たない犯罪神様がこの世に触れるために生み出した微小の器。
ゆえに死は消滅を意味しない。ただ犯罪神様のもとへと帰るだけ。それと犯罪神の復活が何の関係が？四天王は器、まさか。そう、これで四つの器が犯罪神様のもとへ帰る。完全ではなくとも復活には十分。それじゃあ私たちが四天王を倒したのがまずかったってことなの？倒さなければそのうち完全な犯罪神が復活したいに。どっちでもダメだったってこと？願わくばこの体のまま犯罪神様に仕えたかった。でもこれで。消えた。今言ったことが本当だったらこの後。まさか犯罪神が。